声、一つ目。中高コース、中高級学校からの進学がほとんど。以前の中高級等教育学校4年生から6年生に当たりますはさておき、特別進学コースは国公立大学及び難関私立大学への進学が多いコースです。行事は学校生活の序盤の方に固められていって、合唱コンクールやプラン2000といった行事は1年生でしかありません。甲子園おめでとうございます。お疲れ様です。高校口コミチャンネルです。今回は仙台育英学園高等学校の在校生卒業生の口コミをご紹介させていただきます。最後までどうぞよろしくお願いいたします。声、二つ目。ここで仙台育英学園高校の基本情報をご紹介いたします。宮城県仙台市にある高校で最寄り駅は宮城野原駅となっています。偏差値は41から60。宮城県内だと24位、宮城県内の私立校だと8位、全国だと1374位という結果になりました。声、三つ目。いじめに対しては敏感です。しかし、敏感が過ぎるあまり少しのトラブルでも大きく取り上げて取り締まります。外部で問題になるのを防ぐためでしょう。それで叱られる生徒は不満を抱くこともありますが、いじめを受ける心配はないと思います。声、四つ目。運動部の功績は、ほとんど推薦組のフレックスコースの生徒が挙げています。公式野球部と陸上競技部長距離のみ、推薦でしか入れませんが、その他の部活は、どのコースからでも入れます。陸上短距離や水泳など、一部の部活は、情報科学コースの生徒が推薦で入るので、彼らによる実績が多いです。声、五つ目。難関の大学進学を目指すならば、特別進学コースへ。留学がしたければ、修校コースまたは ID。詳細は公式サイトを見てください。世界的な視野を広げたいなら外国語コースへ。整った環境で運動に力を入れたければフレックスコースへ。これは間違いありません。声、6つ目。校則に関する口コミ、頭髪検査のようなものはなかったが、ツーブロックなどの髪型をしてきた場合、坊主にするように命じられていたのも見かけることがあり、みんな模範的な生徒に近づけたのではないかと感じた。声、7つ目。多賀城校舎では、外のベンチでお弁当を食べたり、昼休みを過ごすことができます。まさに青春と言ってもいいです。晴れてる日は心地よく、お弁当が何倍も美味しく感じられます。また、セブンティーンアイスの自動販売機があり、売店にはたくさんの種類のお菓子が販売されています。声、8つ目。施設はとても綺麗の一言につきます。トイレなどはウォッシュレットなどもついており、皆にとって居心地の良い空間であったことは言うまでもありません。それゆえ、休み時間意味もなく、トイレに溜まる生徒が多かったように見受けられます。声、9個目。特別進学と外国語はほとんど、英進進学も半数以上が4年生、大学に進学します。就職率は、フレックスが 100%、技能開発も、ほぼ 100% を達成しています。大学進学を考えている場合は特別進学、外国語、英進進学をお勧めします。指定校推薦。公募推薦自己推薦、栄養入試で希望者の8割程度は進路決定します。最後、声、10個目。部活動に関しては、これ以上サポートしてくれる学校はなかなかないのではと思います。有名なところでは野球部がありますが、育英では他にもいくつもの部活動、チアリーダー、書道、サッカー、で全国大会へ行っていますし、どの部活動も施設や設備は充実しています。ご視聴ありがとうございました。この動画が少しでもいいと思った方はぜひチャンネル登録、そして高評価をよろしくお願いいたします。今後も励みになります。動画に関する口コミもお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。